一口駅名解説へようこそ。今回は、青梅線の、青梅駅の名前の由来について解説していくよ。青梅という名前は、平野将門のある伝説が元となっているよ。平野将門といえば、平安時代に当時の田舎だった関東地方で独立国家を築こうとした武将だね。その将門が、今の青梅の辺りを訪れた時、馬の鞭として使っていた梅の枝を、地面にぶっ刺してこう言ったよ。我が望みが通じるならば咲き誇れ、通じないならば枯れよ。結果として、その梅は大きく育ったよ。ところが、梅の実はいつまで経っても青いままで熟さず、落ちるその時まで青かったんだ。その伝説からこの辺りは、青梅、と呼ばれ、それが訛って青梅になったと言われているよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。